2002年代韓民国大統領選挙。2002年代韓民国大統領選挙。2002年代韓民国大統領選挙は、第16代,代韓民国大統領を選出するため、2002年12月19日に行われた選挙である。なお、韓国では選挙回数を第回ではなく、大々と数える。韓国の憲法では、 大統領の任期は5年担任制で再選が認められておらず、常に新人同士の争いとなる。今回は大統領の座を退く近代中大統領の対応政策を継承する姿勢を鮮明に示した与党、新専念主党以下民主党の大統領候補であるロブゲンと対応政策を真っ向から批判する最大野党。 半奈良党の理解賞候補による事実上の一騎打ちの選挙戦となった。与党、民主党は2002年1月7日に行われた党務会議で次期大統領候補と党代表を同時選出するための党大会を4月20日に行うことを決定した。また、公認候補は党内選挙で選出するものとし、公認候補となった場合における党代表職の 兼務禁止などの党指導部の改革も決められた。党内選挙は3月初めから4月末までの7週間の毎週末全国16カ所の市、同別に巡回して行われ各地域の得票を合計しソウルでの投票終了後、党大会で党候補者が決定される方法が取られた。そしてこの選挙では党員でない一般国民も 国民選挙人団として参加できるようになった。党内選挙の有権者7万名のうち半分が国民選挙人団で占められ、応募した20歳以上の国民の中から抽選されて決められた。また国民選挙人団の各地域への人数配分は人口比率で決められ、定員の30%が予備選挙人団として追加抽選された。ちなみに、 国民選挙人間の定員3万5000名のうち1750名はインターネット投票によるものである。投票方式は先行投票制が採用され、有権者は電子投票で投票した。2月22日と23日の両日、大統領候補予備選挙の立候補登録が行われ、以下の7名が立候補した。東大議員を対象とした事前の世論調査では、 リヒトシズミが優位であったが、3月9日の最終道、翌10日のウルサン広域市を皮切りに行われた予備選挙では、ノサモの勢力的な活動に後押しされたロブゲンが、党から優位に立ち、リヒトシズミは出身地である中西道、大田広域市、中西北道、中西南道における選挙でのみ勝利しただけであった。そして、 全国11地域での予備選挙が終わった段階で、ロブゲン8018票、リヒトシズミ7002票、低東映1817票となり、ロブゲンとリヒトシズミの票差は1016票にまで広がった。残る富山市、4月20日実施と軽機動、4月21日実施、ソウル市、4月27日実施の選挙で逆転は困難と判断した。リヒトシズミは、 4月17日に、党内選挙自体を公式に表明した、リヒトシズ以外の候補は、近近隊が3月12日に、柳正音は3月14日、藩和公は3月19日、金重健が3月25日に、党内選挙自体を表明した。そして、4月27日の党大会で、ロブゲン候補が正式に民主党の大統領候補に、指名された。 民主党の大統領候補予備選挙において国民参加方式が取り入れられたことに触発され、反奈良党でも予備選挙における国民参加方式を導入することを1月22日の選択2 0 0に準備委員会以下繊維の会議で決定した。そして5月9日の党大会で大統領候補を党指導部と共に選出することを決定した。 半奈良党の候補者予備選挙有権者5万名のうち、半分を国民選挙人団とし、投票は一人一票制で、電子投票で行われた。4月4日と5日に立候補登録が行われ、以下の4名が立候補した。全国12カ所で投票が行われたが、当初から理解賞が優勢で、5月10日に開催された半奈良党の党大会で、理解賞が公認候補に指名された。 ロブゲンが民主党の大統領候補となった直後に行われた全国同時地方選挙で野党半奈良党が圧勝し民主党は惨敗した。選挙直後に行われた各種世論調査でロブゲン候補と民主党に対する支持率は大きく下く理解省候補と半奈良党を大きく下回った。こうした結果を受け党内では非主流派議員を中心に予備選挙の再実施や 候補者見直しを求める声が上がり始めた。2002年ワールドカップの立役者で国民から高い支持を得た、テーム順議員が9月に立候補を表明すると、党内では、テーム順への一本化を求めるグループが現れた。テーム順は10月に、新党国民統合21以下国民統合を発足させ、 選挙体制準備を整える一方で、ロブゲン候補との候補者一本化交渉にも着手した。当時、支持率で理解症候補を下回っていたロブゲン候補側もこれを受け入れ、候補者一本化は世論調査によって行い、敗者が勝者側の選挙対策委員長を引き受けることで、双方が合意した。11月25日に、 候補者一本化のための世論調査が実施され、ロブゲン候補がテ矛盾候補に勝利した。これを受け、ロブゲン候補は民主党と国民統合の統一候補として27日に中央選挙管理委員会へ候補者等を行い、テ矛盾は両党共同選挙対策委員会の委員長に就いた。2002年11月27日と28日が候補者の登録日で、 以下の7人が立候補した民主党のロブゲンが2位の理解賞に得票率2.32%、得票数で57万票余りの僅差で勝利した。理解賞候補を僅差で抑えて当選した6候補は、ソウル市を中心とする首都圏のほか、中西道や全田道など10の広域市、道で理解賞候補を上回った。一方、敗れた理解賞候補は、 半奈良島の地盤である、軽勝道のほか、関本土の6つの広域市、道で、ロブ原候補を上回った。この結果、西側地域、首都圏、中西道、全羅道、最終道と、東側地域、高道、軽勝道で、与野党大統領候補支持の強弱がま、たつに分かれる結果となった。なお、 この年の6月の地方選挙で躍進して存在感を発揮した民主労働党の県営基地候補は、ロブゲンと理解省の両候補に没し、全国平均で4%弱の支持にとどまったが、民労党の支持母体である民主労部差の勢力が強いウルサン市では1割を超える支持を集めた。ロコアホ勝利の要因として、投票直前の12月18日に、 国民統合がロブゲン候補への支持撤回を表明したことに危機感を持ったロ候補支持者がインターネットでの呼びかけにこうして投票に行ったこと指摘されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。